と岸田崎です。今回ですけども、千駄木の方に来ております。ちょっともう今日雨が降っててお店の中にいるんですけど、今回ですけどね、僕らが以前店舗でお買い物動画をね撮影した天の弱さん、北千住のお店の天の弱さんの新店舗の方に遊びに来ております。はい、そして今日もスタッフの大津さんに。おはようございます。プレスの大津です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。で、接客いただいて、はい、ずらっと商品見ていこうかなと思います。今回かなり広くなりました。そうですね、北千住店のだいたい 1,2 回合わせて 1.5 倍ぐらい。 1.5 倍、はい、90平米近くあるんで、まあ、だいぶこうゆっくりお買い物いただける、ね、はい、店内になってますね。ブランドもなんか分けてるんですよね。そうですね、北千住店と、まあ、千駄木店で全く違うブランドを置くようにしてるんですけど、一応まあそのうち特に分けたコンセプトとかなくて、あ、そうなんですか。まあ、ノンコンセプトで、まあ、自分たちのやりたいブランドをまあこう揃えるっていうので、うん、まあ、シンプルに分けた。なるほど、はい、こっちからでいいですね。はいまずこちら、あ、これはあれですね、ジョン・エリオットになってます、ね、以前も、はい、北千住店にも、はい、あったと思うんですけど、まあ、こちらアメリカのブランド、 LA 発のブランドになってまして、まあ、こう LA らしいスウェットのセットアップのスタイルだったりとか、まあそういうオーセンティックなデニムのアイテムが非常に多いブランドですね。で、ここからまた変わってきます。そうですね、こちらがエイトンになってますね。東京のブランドになってます。そう、結構肉厚な。そうですね、バックサテンというあのウール 100% の素材になってまして、まあ非常にこう反発力の強い綺麗なトラウザーに。いいですね。まあ、ベーシックパンツと呼ばれる、もう毎シーズンずっと出してる、まあ、人気の定番になってます、ね、これ太いですか？どちらかというと、どちらかというと、やや太いぐらい、まあ、少しテーパーを効かしてるっていうシルエットになってます、ね、なんか結構ガシガシ履けそうな。そうですね、まあ、ウール、そものウール使ったパンツなんですけど、あえてこう、まあ、センタークリスとか施さずに、うん、まあ、カジュアルに落とし込んでて、まあ、品があるんですけどウェアラブルっていうのがこのパンツの特徴です、ね。これいいかもしれない。ちょっとグレーのパンツ、チャレンジ履いてそうかもな。これ履いてそうでもなんかチャレンジしたいなと思ってたアイテム。あ、そうなの。ああ、グレーのちょっとスラックス調のアイテムですね。あ、この辺もそうですね、アメリカが同じく8の、はい、なんかちょっとやっぱ違うぞって感じが素材の良さが出てますね。出てきますね、はい、これ普通のロンティーだったりシャツのように出て、ね、定番のオーバーサイズシャツ、そのブロードのシャツとかに関してもあのギザコットン使ってたりとか、やっぱりこう、まあ、素材を一から、まあ、厳選して選んでたり。なるほど。うわ、この気になりますね。ちょっと、まあ、コーデュロイのシャツジャケットも、そちらはスビンコットンで、まあ、エイトンがよく使ってる有名なあの高級面の 100% の、はい、コーデュロイジャケットですね。すごい柔らかいですね。そうですね、シャツジャケのタイプなんですね。面白いですね。これは結構好きかも。お、2色。これちょっと着てみますね、後で。はい、いいですね。カバさん気に入ってる。めっちゃ気に入ってるじゃん。最近の気分です。そうですね、今シーズンの気分は結構こういうのいいっすよね、うん、立ち入りでコーディロイってのはいいよね。こっちも見ていきますね。はい、この辺が気になってましたね、もうちょっと。ここはまあ後で洋服もあるんですけど、21SS から一応取り扱いが決まってるプランシーっていうイタリアのブランドになってますね。ちょっと特別にこのオープンのタイミングから、お貸しいただいてるんですけど、めちゃくちゃ可愛い。可愛いですよね、小物。もともとそのプランシーって、マルニの創業のデザイナーの娘さんがやられてるブランドになってまして、まあ、かなりこう2019年の SS からスタートしたばかりなんですけど、今かなりこう女性人気も高まってて。うわー、いいっすね。それも本当にこうブランドでは、まあ、アイコンになってるデザイン、デザイナーの娘さんが描いた絵になってまして、デザイナーの娘さんが。そうなんですよ、娘さんが描いた。なるほど、めちゃくちゃ可愛いですね。空想の友達のような。なるほど絵で、フィリッポとビアンカっていう。あ、名前もついてる、ね、名前もついてるよ、これは。ここも先ほどと同じエイトン。
軽っ、ふわっとしてますね。カシミヤ 100% のサギードックニットですね。やば、めっちゃ軽いっすよ。めちゃめちゃ軽いです。触りたくなるよね。確かに。それで3万3000円なんで、マジっすか、かなりお安いですね。マジっすか。はい、3万3000円ですか。そうですね。カシミヤ100ですよね。そうです。ずっと定番で出してるアイテムになってて、マンシーズンこう色を変えてリリースしてるような。これもちょっとサイズがありますかね、着てみたいな。サイズもありますね、まだ。はい、着てみよう。で、ここにバッグが、キャップバッグありますね。JW アンダーソンといえばもう最近はもうそうですね、はい、これになっちゃうぐらい。そうですね、大ヒットのアイコンになりつつある。アイテムになってます。かわいいな、ちっちゃいのも。次の SS からはもうこの一番大きいサイズが出なくなってしまうので。あ、そうなんですね。はい、今シーズンまでの大きさになってます。かわいい、これ欲しいな。うわ、この空間すごいですね。ありがとうございます。これやば、なんかすごいね、この重機。なんだ、これトム・ディクソンっていうイギリスの、はい、やば。ダイキンチにもあるね。あ、俺っちのは、まあ、まあまあまあ、IKEA とのコラボだからもうレベルが違って。そうそうそう、もうユニクロ U みたいな感じだからね。いやいやいや、これもレベル違う。すごいな、これ。北千住店にもありますけど、でもこんな、そうですね、今回こうまとめてよりこう迫力を出して、はい、でそれと一緒にわーって、はい、今月29日まで、あのカルマンソロジーという日本の革靴のブランドの、あのポップアップをやってます。エルメスのみたいな、なんか。そうです、まあ、デュプイ、フランスのデュプイっていう単名があるんですけど、そこがあの出してるサドルカーフっていうレザーを使ってまして、それが実際にそのエルメスにのカバンとかでも使われているようなレザーで、まあ、非常にこうそういう高級レザーを使いながら、まあ、あとステッチワークっていうのも非常にこう、まあ、ブランドの大事にしてる部分であって、かなりこう運針も非常に細かくて、あのよりこう洗練された、まあ、ミニマルな美しい作りっていうのが特徴ですね。木型がなんか日本の足に馴染むみたいな、ね、そうですね、日本人の足型に合わせてラストを作ってるので、本当にこう日本人の方以外は履けないぐらいの、はい、そうなんですね、計算されたシルエットですね。で、こっちですね。はい、あ、それが大阪のブランドのアタになってます、ね。カーディガン、はい、ちょっと欲しかったですけど、ちょっとあれかな。今シーズン初めてリリースされたニットなんですよ、ね。あ、そうなんですか。あとは今までニットとかは出してなかったんですけど、初めてのリリース。いいね、いいね、この。結構手触りもリンスウォッシュというか、かなりこう滑らかな。あ、そうですね。はい、滑らかです。ちょっと独特な触り心地が。でもちょっとまあ重厚感あって。そうですね。ウェイトもあって結構落ち感も出る。うん、まあ、リラックスしたし、どう、ちょっと派手かな、まあ、そんなことないよね。シンプルにまとめちゃったら、服はトーガビリリースですね。トーガですね、はい、パンツ買った。ちょっとあれじゃないかな、どうですか、これ写真撮ると。あ、これね。そうなんですよ。確かに確かに。 iPhone の写真、フラッシュで炊くと、フラッシュで炊くとかなりこう光って、まあこう反射するような、結構まあ僕的には印象の残ってる。高田さんよくフラッシュ炊くもんね。はい、よかった。JW も、はい、JW アンダーソンですね。ニット、これは軽、ちょっと軽さな感じ。そうです、それもまあシャギドックのような肝感のある、はい、JW のロゴがこう入っている。そうですね、ドンと。で、僕が結構意外だったのはこっちですね。結構なんか張りのある感じ、ガシッとしてる。そうですね、フェルトのような素材の、そうですね、はい、フェルトが、そう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 。この、まあ、グラフィックが今回デイビッド・ボルナビッチさんっていう方とのコラボレーションで、まあ、エイズ活動家の方でもあるんですけど、まあ、チャリティーアイテムとして、まあ、マルジェラのこうエイズ T じゃないですけど、はい、まあ、そういうニュアンスで作られたアイテムで、もともとその JW アンダーソンってロエベのクリエイティブディレクターだと思うんですけど、はい、ロエベでも以前この方とコラボしてて、今回自分のブランドでもこの方とのコラボを出したっていう。あれ T シャツのやつですか。そうです。ああ、そうなんですね、はい、そことつながってくるんですね。これ入ってきたんですか。そうです、それも最近入ってきたアイテムですね。
これ結構印象ペイズリー柄をちょっとピンクと赤で混ぜたようなちょっとこうモダンなペイズリーにしてるような。しかもちょっと安いですね。そうです5万ぐらいするのかなと思って。普段やばいですもんね、こういうなんか小物って。そうですね、結構しますもんね。なんかね、巻物だけで去年フードがなんか巻いてそうそう、あの、巻くがなんか強いよね、確かにこれ安いんですね。そうなんですよ、これ面白いな。結構アクセントにいいですね。シーズン代表する柄ですよね。そうですね。この辺がちょっと気になってましたね。このそこもまた新たに入れたブランドで。あ、新ブランド。はい、2016年からスタートしたブランドで、これもイタリアのブランドなんですけど、ロードスコフっていうブランド。ロードスコフ、はい、イタリア人デザイナーが作ってるブランドになってまして、まあ、結構こうウェアラブルなアイテムが多いんですけど、まあ、イタリアならではの素材を使ったりとか独自のこう加工で。そうですね、なんか加工がすごい印象、はい、そうですね。パンツもデザインを作ってるブランド。感じも好きですね、僕は。ちょっとレザーライクな。そうですね、はい、ちょっとこうオイリーな。そうですか、はい、表情出したで。これもいいな。いいな、足長いな。足こういうパンツは好きですよ、俺は。ね、いいよね、この辺も。お、何ですか、この。あ、これはあれですね、生チェコ。そうです、生チェコになってますね。あー、なるほどね。セットアップ生チェコもかなり今カルト的な人気があるので。そうですよね、はい、人気ありますよね。すごいですね、まあ、デニム系のセットアップが、まあ、つい昨日入ってた。好きなんじゃない。デザインはバチバチ効いてますね。そうですね、バチバチだね。ニットもカット入ってきてるんですね。そうですね、ニットもこの間なかった気がしました。デリバリーしてきてます。そうですね、今回写真家さん、アメリカの写真家さんとのコラボレーションのグラフィックニットですね。いいね、いいね、うん、この感じが。あとこれですね、なんか生チコ、最近の生チコというか。そうですね、ここ数年秋冬のアイテムで見るニットにこうプリントを施したグラフィックニット。まだもう一部屋あるような感じですね。そうですね、こっちです。まあ、最後の、まあ、第3の部屋のような感じなんですけど、第3の部屋、まあ、メンズだったりあのウィーメンズ、まあ、ユニセックスのようなアイテムが多く並んでいるコーナーだ。違うあれですね、はい、先ほど見ていただいたプランシーのこれユニセックスであるんですか。はい、いけますかね、僕とかも。いけますね、うちの男性のスタッフも来てるんで。あ、本当ですか。はい、全然いけます。ちょっと気になってたアイテムですね。ダブルカラー。そうですね、ダブルカラー、ニットをこう留めてるような。可愛いよね、めちゃくちゃ。これ定番で出してる襟元汚れないしみたいな。そうですね、あ、そういう一石二鳥だ。一石二鳥、これいいよね。わ、これ出ましたね、スウェット。そうですね、フィリッポ君がこれやばいよね、大胆だよね。ラグランスリーブとセットイン、名前何でしたっけ。そっちはフィリッポ君、あのビアンカちゃんとフィリッポ君です。ビアンカちゃん、ありなんだなって。いやすごいな、芸術だよ芸術。この辺であれですね、 MM6 ですね。うちだと MM6 もやっぱり大体9割以上がメンズの方が。あ、本当ですか、はい、あ、そうなんですね、変わってきますね。最近だとこうレディースブランドってよりも、まあ、こうマルジェラのコンテンポラリーラインとして位置付けられていて。そうなんですね、はい、まあ、結構メンズライクなアイテムも多いので割と男性も着やすいと思います、うん、で一周って感じですね。そうです。ということでちょっと気になるアイテム試着していきたいなと思います。はい、はい、ということでパンツがエイトンのパンツと、はい、レーシーのパンツでプランシーのシャツ着てみました、はい、パンツピッタですね、マジで。いいっすね、パンツ。シャツもすごい面白いんですけど、若干シャツちっちゃいかなって感じがしますね。いや、パンツすごく形綺麗出てるけどね。パンツいいよね。うん、形めっちゃ綺麗、普通に。シャツもめっちゃ可愛いな。はい、ということで生チェクのニットとロードスコフのパンツですね、はい、似合うね、やっぱこのいいね、似合ってますね。これはサイズ感もパチンコだね、はい、絶妙にいい感じです。いいっすね。
はい、ということで次は JW のニットですね、うん、どういいっすね。一番僕の中に似合ってると思う。いや、一番いいんじゃないですか。なんかね、髪型にチェックが似合うんだよ。あ、本当に気のせい。いや、タートルネックっていうのもね。あ、あるのかな。これは好き。いや、いいよね。いい。いや、なんかもっとド派手になるかなと思ったけど、全然そんなことない。そうだよね。ロゴもそんなに主張してないしね。全然切れちゃってるというか、なんかデイリーに切れちゃいそうな、いいよね、これ感じだね、すごく。はい、ということで、ちょっといいね、マフラー巻いてみましたけど、一気に強くなりましたね。でもね、いいね、うん、いいね、いいね。小物がね、やっぱね、JW めちゃくちゃマイシリーズ、まあ、どのコレクションも可愛いんですけど、これ手に取りやすいし、一気にこう、ファッション変える、スタイル変える感じ、確かにね、印象がガラッと変わるよね。はい、ということで、これもエイトンのでしたね。はい、エイトンのカシミヤニット着てみました。これやばいです、タコさん。そんなにやばい。これやばい、マジで。めちゃめちゃ。もうね、今こう着たニット、まあ、すごく値打ちもすると思うんですけど、これ、ね、もうそんななんじゃないもん、まあ、デザインは確かにかなりシンプルな感じなんだけど、うん、もう着たこの肌がこう、すごいこう喜んでる感じ。そんなに？いや本当に本当にやばい、これ吸い付いてるもん。そうですね、肌に。はい、ということで先ほどのエイトンのカシミヤニットのブラック、うん、サイズが先よりちょっと大きいサイズになってます。下もちょっとね、パンツも変えてみました。まあ別々で買うのは別々でかなとは思ってるんですけど、うん、両方ちょっと気になってたんで、もう一回このニット本当にいいっす。ちょっと JW のあのニットかなってさっきなってたんだけど、これ着てちょっともうね感動した。気持ちはまあこっちの方が感動した。そうですね、そんなに違うんだね。全然違う、本当にシミヤ 100% のシャギーは多分、うん、今まで歴代で着てきたニットなのに一番僕も気持ちいいと思う。これ感動した。なんかデザインとかじゃなくてもそうですね、着ててものの良さがね。そう、もう自分の肌がだからその喜んでる感がね、うん、で、もうすごいあったかくなったこの感じで、うん、しかもホールガーメントなんで、うん、あの縫い代がない分、うん、そういう意味でも結構違う。なるほど、はい、あ、これやばい。ごめんなさい、ちょっとこれちょっとしますね、今回。ありがとうございます。はい、それにしたのよね。これにします。これじゃあ合わせていっちゃおう。マジ、ありがとうございます。パンツとこれにします。はい、はい、ということで購入させていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひ皆さんもハンマーのジャック千駄木店、はい、遊びに来ていただけたらなと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございます。ということで本日は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。